はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半になろうとしています。4月はですね、18日の木曜日ですね。まったりと過ごしました。今日は寝ようかなと思ったらですね、こうね、眠気がなくなってしまいましたね。結局だからここのところしばらく昼寝してないやんと、なんかそれが不満といえば不満ですね。あと私花粉症はほぼないんですけど、なんかでもやっぱ目がシバシバしますね。なんか目がシバシバします。これが唯一の花粉症っぽい。昔はね、頭ボーっとしたんですよ。ところがですね、腸の問題やって誰か言うてくれてね、こう早稲田大学でそのあれをやってる時にね、いや花粉症でって言うたら、いや腸の問題ですとかって、でなんたら菌をね飲みなさいみたいに言われて、でカルピス飲んでんね。それ以来毎朝カルピスの薄いカルピスソーダを飲むんですけど、それ以外なんかしてないんですけどね。でもだいぶマシになりました。皆さんね、試してくださいね。いや、聞く人と聞かない人いると思いますけどね。さて、ですね、最近リニアといいますか、静岡県のですね、川勝知事がお辞めになってですね、それでですね、そのリニアがどうなんねんっていうのがですね、だいぶ話題になっていますけども、新しく知事になった方がですね、こう JR 東海 の, あの工事を OK すればですね、開業の見込みが立つというもんですけども、川勝さんね、ものすごくトレンジな方ですけど、リニアが静岡県内を通ってですね、静岡県に何かメリットがあるかというと、実は何もないんですね。何もないしですね、川勝さんがおっしゃってた通りですね、あの大井川というですね、越すに越されぬ大井川という言われた大井川のですね、水量が減る可能性があるんですね。で川勝さんはそれを全量戻せというか、という無茶なことを言ってたわけですよね。で JR 東海は一切その全量戻せに対して確約をしなかったわけです。それ確約するとですね、実際に量が減ったらお前のせいやと言われるわけでしてですね、まあ、JR としてもですね、極力努力をいたしますということしか言えなくて、ずっと平行線だったわけですね。でですね、まあ、新しい知事はおそらくですね、OK すると思うんですけども、まあ、静岡県がどうなるかっていうのは別に私はあんまり興味ないんですけども、仮にですね、開業してもですね、品川大阪間がですね、令和19年で2037年というようになりました。それは私がですね、75歳の年なんです。75歳の時にまだ私がですね、元気でですね、仕事をしている可能性もゼロではありませんが、もうこの世にいない可能性もあるわけですね。で75歳で元気で格尺としてればですね、ほんで今度リニア乗って大阪行こうかぐらいのことは言うかもわかりませんけどね。まあ一個もわかりませんけど。まあただね、こういうのね、最速って書いてあるんです。一番早くてって書いてあるんですね。大体遅れるでしょ。5年遅れたら俺80やん。80まで生きてへんわ、きっと。ほんまに。まず無理やと思いますね。で、だから私の人生にはほぼ関係ないんやろなという気がしましてですね。そもそもリニアをね、いつも言うことですけど、作る必要あんのという。今大阪までね、2時間どうでしょう、2時間30分とか2時間20分とかそういう感じですよ、新幹線で。それが70分になるんでしょ、確か。2時間20分とするとですね、140分が70分になると。そこに意味があるのかっていう気が。でしかもあれほとんどトンネルでしょ。新幹線ってね、あの静岡あたりのですね、長いトンネル以外はですね、あんまりトンネル多くないんですよね。だから眺めてて面白いんですよね。この辺静岡やわと思いながら行って、もうすぐ名古屋やんって言って、名古屋はあの後はノービヘア行くでしょ。で瞬間、滋賀県に入った瞬間、一瞬だけこう琵琶湖が見えるんですけどね。
で、あ、大見平やと思って、行ってですね、瀬田を通ってですね、あ、ギボス京都やんって、山下のトンネルくぐるやんという感じで行くわけですけども、あ、リニアは ほぼ地下なんですよ。おもろないやん、何十分。ずっと電気つけてですね、何か読んでるかですね、寝てるかですね、スマホやってるかということでしょう。もうまあ別にそれでもいいんですけどね、私もなぜ元が京都人間なんでですね、新幹線で京都東京あるいは大阪東京間なんてもうそんな何百回も往復してますけど、ほとんど景色なんか見ませんけどね。あれでもあんまりこう行き来しない人はね、こうやっぱり富士山を見るらしいですね。僕新幹線から富士山見た覚えがないんですよ。いや何百回と往復してるはずなんですけど見たことないですね。見ようとも思いませんし、富士山御殿場あたりに行ってみるのが一番綺麗ですからね。びっくりしますよね、富士山の綺麗さには。まあそれは置いといて。で、こう140分をね70分にする意義っていうのはどんだけあるんやろうと。70分か90分か知りませんけどですね、今会議とかって言うてもね、これでできるでしょう。で、例えば15年先でしょ、その2037年、ね、13年先か、13年先ってね、で今よりねこの PC の会議のシステムが進んでるはずなんですよ。今なんかちょっとなんかガタガタギクシャクする場面がありますよね、このあれズーム会議とかっていうとですね。でも多分ね、もう何でもどんどん改良されていってますから、どんどん使いやすくなっていってですね、会議とか打ち合わせが目的での出張ってほぼなくなると思うんですね。ほぼなくなる。そうすると人と会いに行くとかですね、何か目的があって温泉に入りに行くとかですね、何か目的があるこう旅行は残るけどですね、ビジネスマンの会議出張はほぼなくなると思います。私のですね、このまあ知り合いといいますか、まあ簡単に言う中小企業の社長がいるんですけど、その人がですね、サーファーなんですけども、そういうなんていうか僕よりだいぶ上ですよ、6つぐらい上なんですけども、むっちゃアクティブなんですよ。いくもパートナーの綺麗な女性と一緒にね、もう世界中飛び歩いてるんですよ。飛び歩いてるんですけどもですね、彼はですね、そのじゃあ仕事をおっぱらかしてるのかってそうでもないんですよ。何やったかな、ネパールのなんちゃらっていうところにこの前行ってきましたとかっておっしゃってて、でその最後は歩いてしか行けへんよとこに、ものすごいいいホテルがあるんです、今度榊さん行きませんかとかって、いやいやそんな2日も歩くの嫌やそんなと思って足痛なるやんとかって言ってたんですけど、そこに行ってもちゃんとね電波が来ててね、そこで深夜の1時から会議があったりするんですって。でちゃんと仕事してるんです。そう、業種は言えませんけども、うわーすごいですねって。その人しょっちゅうですね、サーフィンもしてるんですよ、外国へね。でサーフィン行った先でですね会議やってるんですよって。ようやるわと思って、遊び回ってるように見えてね、しっかりそうやって仕事してるんですよ。今そういう時代やと僕は思うんですね。で人と交わさなければ、ね、打ち合わせにならへんとか言ってるのただアホですか、それ。はっきり言ってコミュ力がないかアホかどっちかですよ、両方か。まあいいけどですね、今そういう時代にですね、わざわざそのですね東京大阪間をですね1時間ちょい縮める意味っていうのはほとんどなくなってるんじゃないかなと。まああれやあれあったで便利でしょうけどね、おいでもってね、意味がなくなってるということは需要もないということなんですよ。で要は今の新幹線の需要の何割かを奪うだけなんですね、リニアっていうのは。行けるから増えるかというとですね、そんなに増えないと思います。とするとですね、今度問題になってくるのは採算ですよ。作った意味あんのかということですね。まあ JR 東海が勝手に作ってるものですからまあ勝手にしたらええやんという。でも JR 東海のもう亡くなった葛西さんという方がですね、強力に推進したんですよね。でもご本人は 2,3 年前に亡くなられましたね。1年もぐらい前だったか、亡くなられました。
だからですね、本人は日の目を見ないうちに言ってしまいましたけどもですね、意味があるのかなというのは非常に疑問です。まあ多分作ってから意味があったかなかったかっていう答えは出るとは思いますけどね。はい、ということでですね、無駄あの、ぐじゃぐじゃぐじゃと喋りましたけども、リニア新幹線全線開業、最速で、令和19年というタイトルの記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。